はい、どうも、チョウメンです。NPB 入りを目指して日本の独立リーグへの挑戦、福井ワイルドラプターズへ入団したティルマンス選手。本日はそんなティルマンの部屋からお届けします。緊急事態宣言もあり、試合もできない中、一体どんな暮らしをしているのでしょうか。普段は起きたら部屋でストレッチやトレーニングをしています。それが終わったら外で壁に向かって投げたり打ったりしているよ。縄跳びやランニングもしています。とにかく体を鈍らせたくないんですよ。寮の近くにちょうどいい壁があるので、そこがティルマンのいつもの練習場所です。少し雨が降る中ですが、壁当てをしていきます。ちなみに家の中で筋トレをしているらしく、1つ20キロのダンベルを2つとリュックサックに入れた水の入ったペットボトル2リットルを8本、これらを担いでスクワットしていきます。それでもティルマンにはまだまだウエイトが足りないようなので、いろんな種類のトレーニングを休みを少なく回数を多めに繰り返していくことで負荷を与え続けています。ジムが使えなくても筋力を落とさないようにするため、いろいろと工夫をしていると言っておりました。さらに外ですごい練習を開発したらしいです。これ何売ってるのかなって思われる方もいらっしゃると思うんですが、これ実は靴下の中に硬式ボールを入れたものだそうです。靴下は2枚重ねです。そうすることによって跳ね返りが少なく、物を壊す危険性も低い、そして打った感触が確かめられるとのことです。今回チームでの練習がなくなったことにより思いついた練習法だそうです。コロナの影響で開幕延期や練習ができない状況についてどう考えているのか聞いてみました。やり続けるだけさ。コロナでチーム練習ができなくても問題はない。やれることをやるんだ。私には NPB に行く目標がある。目的があれば関係がない。優勝を目指すチームのため、 NPB を目指す自分のために常に努力をし続けたい。そのために私はここにいる。ジムに行けなくても問題ない。他の方法を考えればいいだけだ。コロナでチーム練習ができない、試合ができない、問題ない。今のうちに自分の力をつけておくよ。常に自分自身を磨き続けるだけだ。トレーニング後はいつも寮の共同キッチンで料理をしているというティルマン、その様子を見せてもらいました。慣れた手つきでジャガイモと卵をバターで炒めております。このメニューでタンパク質とエネルギーを補給しております。美味しそうでした。食事の後は何をしているの？パソコン作業をしたり、家族や友達と電話をしています。その他ピアノの練習や日本語の勉強、読書、写真を撮ったり、日本のアニメやドラマを見たりもするそうです。この状況でモチベーションを保つのは難しくないですか？常に充実した日々を過ごしたいんだ。やれることは作れるし、試合やチーム練習がなくて時間が空くならば、時間するのではなく何でもできることはある。新しいことや変わったことなど常に情報を入れ続けることによって、悲観してネガティブになることを避ける努力をしています。
自分のために経験になることは全てやるつもりです。というわけで本日はティルマンの寮での暮らしぶりをご紹介いたしました。設立パートナー募集中です。一口5000円から個人、法人、どなた様でもご支援いただけます。概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご覧ください。